稲地区円形立ち並んだ、船や海側より見た、船や稲の船屋は、京都府与佐郡稲町の稲地区で、稲湾沿い立ち並ぶ民家で、船の収納庫の上に住居を備えた、この地区独特の伝統的建造物である。稲の集落は、重要伝統的建造物群保存地区として、選定されているために国内外にも知られ、毎年30万人近い観光客が訪れる。船屋は、 稲湾の海面にせり出して建築されていて、1階に船上げ場、物置、作業場があり、2階が居室となっている。切り妻作りのつまめを海に向けて建てられたものが、全体の約90%で、1階部分の床は船を引き上げるために傾斜している。1階の作業場は失業の準備、漁船や漁具の手入れ、魚干物の空場や農産物の置き場などに利用される。 土台や柱は C の木を用い、梁は松の原木を使用している。このような立地が可能な理由は、同地が巨大津波が発生しにくい、日本海側に面しており、そして若狭湾内のさらに稲湾の入り江内に位置し、加えて湾内に暴風な役目を負っている鎮島が存在するという、複数に概要からの高潮や、 暴風の影響を受けにくい地理的な好条件が寄与しているためである。湾を取り囲むように立ち並ぶ船屋を掃じて、船屋群とも言う。海から見る船屋群の景観や民宿として営業している船屋から見る、海の景観は稲町の代表的な観光資源とされている。また、近年では稲町内での映画やドラマのロケ地として全国に知られている。 時間貸しで船や滞在や、そこからの漁業が見学、体験ができるツアー、船屋の内部見学や、歴史解説などを含んだサイクリングツアーも行われている。船屋は、江戸時代中期頃から存在しているものと見られ、2000年、現在、238棟が確認されている。当地区は、稲町稲浦伝統的建造物群保存地区の名称で、漁村集落としては、 全国で初めて国の重要伝統的建造物群、保存地区として選定された。若カメカルヨサのユウミカスミヌトアマは告げよ、稲の裏風、殿下物町名。ありがとうございます。